いい香り。1480円のお試しセットから N オーガニックで検索。お母様、なぜ私だけ魔法が使えるの？ディズニーやん。受けて政府側は名簿を廃棄したのでは。答弁した内容というのはシュレッダーの、容量の問題などがあったと。で、もろもろ調整した結果連休明けの5月5日になったということで、もともと名簿廃棄の方針というのはあったんだというんです。で、その上でたまたま請求がなされたのはこれは5月9日だったんだということなんです。改めて今日このことに関して、委員会で質疑が行われました。名簿を1年前で廃棄しているということだがということ、5月9日の廃棄に関して菅官房長官は、全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要もある、保存期間1年未満の文書として廃棄する取り扱いとなっているということで、原則論これまで通り述べていた。ただなんで5月9日なのかということに関しては今のところまで言及は出ていないんですね。柿崎さん、シュレッダーが混んでた。いや、他の他にも配置しなきゃいけない資料があったってことなんです。そんなに嫌な、ね、他の件 で、 なんかこの今ね、あの答弁聞いててちょっとこれは無理なんじゃないのっていう。そうですけども、はい、そういう今面白い、ね、シュレーダー首相が言われてるので面白いんですけど、面白いんですけど、ちょっとここはね、ちょっと僕は、はい、これも大事なんですけども、あの電磁データの話です。あ、電子データ、はい、元のデータ、電子的なデータがあるはずなんですよ。1万8000に手掛けるところって多分今ほとんど手元にいないと思います。そうですね、はい、それから講演会分は少なくとも安倍講演会にあるはずですよね、うん、それをなぜ安倍講演会を出さないのか、つまり正しいっていう前提に立ってるんですよ。つまり功績功労がない人はいないっていう前提に立ってるから、であれば出せるはずですよ。総理を助けたいんだったらそれ出せば一件落着じゃないですか。850人全部功績ありましたというのが証明できる。まあ1000人があるんですけどね、で1000人あの功績功労ってのはありえなくはないって、なんか小学生みたいなことになりますけども、はい、それであればで、それが納得できるんであれば、例えば名前隠していいんですよね、功績のところは。この人にはこういう理由があるからお呼びを受けました。100を譲って、安倍晋三もなぜか捨ててました。でも、軍部の名簿があるわけだから、はい、去年行った方、すみません、手を挙げてくださいって。で、調べられます。全部、入力できなくて。それで、それについて名簿を作って、功績あるかないかやれば、それこそ正しいんであれば、安倍総理のためになるんです。それやらないってことはどういうことなのかっていうふうに考えた。一般人の感覚として、なんかどうもその具合の悪いものが次々になくなっていくっていうこのタイミングの絶妙さみたいなのを納得できない。それも森友の時から同じじゃないですか。資料がこれで今ね、柿崎がおっしゃってる、そういう今だって 俺でさえこんなちっちゃいのにいっぱい入るわけじゃないですか。 USB でそれの管理ができないから、はい、あのこっち側の情報でなんか段ボールにそれがバーってやって、それを管理するのが大変だから、あのシュレッダーでかけるんだ。でそれをしかも大きいシュレッダーがないので、それを一般を待たなきゃいけなかったっていう。だったら5000万円笑うそんなんで使うんだったらシュレッダー買えよ。大きいシュレッダー買えばいいじゃん。買えますね。そのとおりだから、はい、同じ人何度も読まないっていうようなコードがあるんですよ、はい。となると捨てちゃったらどうやってそれを判断するのか。だって今年で7回目ですよ。そうですね。だから前の人と同じ人を呼ばないためには前の記録がないと重複してるかどうかって判断しようがない。それともう一つで言えば、そのテロが起きた時に、はい、そこに誰いたのって。ないっていうのはこれテロ対策上問題なんじゃないですか。なるほど、ね、少なくとも電磁的に持っとく。功績功労ログっていうのはシステム上誰が判断することになってるんですか。そういうところなんですよ、ね、そこをだからそれは推薦者ですね、はい、推薦者がそこ守らないと。まあそうなると、いやお前功労ないだろっていうふうに後から言うことも難しいんで。だからかつては自治体の役、首長とか三役やってた人とか元とか、それからお菓子の大会で優勝したとか、銀賞お菓子のね、だから金賞取りましたみたいな、そういうのとか、あとは地域の受賞、実際の受賞者とかっていう、あ、な誰が見てもなんとなく納得できますねというような人たちが選ばれてたんです。でもそれだったら倍それだとね、数が少なくなっちゃうんですよ。だから増えなかったんです。まあ
でもなんかそれ全くない人が多分入り込んでるから、使わなくていい、税金使わなくたっていいじゃないですか、少なくたって。そうそう、やっぱりやれば、いやだからかつてはそういう行動を守ってたんですよ、うん、で、分かりますと昨日総理は基準が曖昧だって言ったけど、基準は曖昧じゃないんですよ解釈が曖昧になっちゃったんですよ。だから論点がずれちゃってる、ずら昨日多分論点ずらしたんだと思いますけども、なんかいっぱい納税してもそこにまず功績あるかないかを精査しないと、この話ですね、わけわかんなくなっちゃう可能性があります。もう一つポイントがあるんですね。そうですね、もう一つがこの桜を見る会の前の日の夜に行われる前夜祭です。これ安倍さんの、まあ、講演会などが出ているというものなんですけれども、この会費についてこれまでも疑いの目が向けられていましたよね。宇月議員によると、会費5,000円、ホテルのパーティーです、安すぎるでしょ、で大体11,000円はするはずですという取り合ったのね。そうです、はい、となると宇月議員によりますと6,000円残りにお金が出ますよね。この6,000円っていうのは一体誰が補填したんだということ、これもし仮に安倍事務所が出したということになりますと、後援者に対して、まあ、利益を供与したという意味にもなる。一方でホテルがあえて11,000円のところを値下げしたとした場合は、これ寄付行為になる、まあ、いずれにしても誰がお金を出したかによっても、いずれにしても法律違反の可能性があるというふうに宇野議員に訴えています。でこれに対して安倍総理今月15日何て言ったか、大多数が当該ホテルの宿泊者であるということ、事情などを踏まえてホテル側が設定した価格であるんだと。つまり宿泊費って込み込みだから、そうです、ね、850人とか800人とかっていうのは宿泊費と込み込みだから安くできないよっていう、そういう理屈なんです。大多数かだから全部じゃないんです全部じゃない、これもだから大多数って8割9割の可能性があるんですけど、約1万人とか1万8000人のことを約1万人という状況の中で大多数って言葉ってます。もしかすると大多数じゃない可能性あるんですか。それくらいな、ね、数字を出してもらわないと、でそこでまた名簿がなっていうところに行くんですけど、この少なくとも講演会の名簿は復元できるはずです、うん、ていうかもっと言うとあるはずです。やはりそれを元にしていかないと全ての計算が合わなくて、実は柿崎さんこれ大多数って言葉あったんですけれども、新たな事実が分かってきました。実は2015年のこの前夜祭に関しては会場と宿泊先が全く異なっている、まあ、大多数っていう言葉じゃなくてすっかり違うっていう報道があるという、で総理の説明と感染に矛盾していますよねっていうこと、これに関しては事実そうだったということは、まあ、認めた上で安倍総理、事務的な手違いによって夕食の会場が確保できないということがあって、急遽別のホテルに夕食会場を変更したという事情があったと聞いていると。で大多数の参加者の宿泊先が夕食会場と同一ではなくなったんだけれども、ホテル側と相談した結果1人当たり5000円という価格設定になった、これが2015年。そして2017年に関してもこれ安倍事務所ツアーとして参加者に当てられた案内状を見ます。ちょっとアップにしていただきたいんですけれども、宿泊先のホテルが2つ名前が書かれていますよね、はい、そうなってくるとやはり宿泊したホテルと夕食会場が、まあ、異なることがあるよっていうところ、こういう指摘がありました。で今日も、はい、この宿泊料込み込みっていう説明が成り立たないってことですよね。そうですね、そういうことになります。今日もそのことに関して答弁がありましたが、やはりまあ、このことに関してもこれまでと同じような答弁を繰り返していまして、急遽変更した結果でしたけれども、ホテル側と相談した結果やはりこれ5000円になったっていうんですけれども、まあ、でも考えようよ柿崎さん、そのくらいホテルと、まあ、実婚の中ですごい融通が効くっていう、そういう間柄ってことを言いたいわけですということだと思いますけども、ですからその相談した結果っていうところをですね、もうちょっと具体的に言っていただくということが必要だと思いますね。出ないとさっきのどっちかっていうのは出てこない。私全然安倍さんをかばうつもりで言ってるじゃないですか。ちょっと疑問として、来年泊まってくれるかもしれないから安くここは泣くみたいな商売あるじゃないですか。今年は貸しだけど来年お願いしますねみたいな、なんてないんですよ。だからそこをそれだと説明できるはずなので、それだったら説明するんじゃないかな。あとやっぱり大多数とかっていうことよりも嫉妬した人数でっていう説明が必要だっていうことです。だから明細書がないんじゃない
本の追及が甘いですね。野党がきちんと追及できてないって思うんですよ。野党、野党の野党がちょっとね、刀が鈍るそうになっちゃうところもあるわけですよね。桜を見る会のこの性質性格というところなんですけれども、ウィンストン政権時代がどうだったのかというところで、昨日鳩山一郎元総理はこんな話をしていました。地元支援者に関しては総理として他の議員より大勢の方を招いていたと認めて、人数は数十人だったで、民主党政権時と今回の桜を見る会状況が違う点があるとしたら、前夜祭はなかったよという点、そしてもう一つ気になる点が、元民主党現自民党長尾議員、民主党本部から指示を受けていたということ。2010年に民主党政権は桜を見る会を行っているということなんです。じゃあ何ですかこれ、結局野党も野党この講演会を固めるために桜を見る会を利用してたのっていうことなんですかね。その党本部から指示を受けたことは文書で受けたのか、それとも何かそういう仕方を言えないのか、それを税金から使ってたってのが大変なこと。そうですそうです、ただ、さっきも言いました、別にありだ、みんなどうしたの？
近お通じがなくて、だったら腸活全体のハリも毛穴の汚れやキメに至るまで大きな違いが。ただ洗顔を変えただけで若々しい素肌を手に入れる方が続出。あの洗顔で圧倒的な潤いをもたらすミオザクレンジングバーム。理想以上のものかもしれない。トゥントゥンの肌になると本当に吸い付く。まずこのクレンジングバームは肌の汚れやメイク落としの実力が大きく違うんです。こんなしっかりメイクも優しく撫でる程度でさっぱり綺麗に。小鼻に詰まった角栓や黒ずみもたった1回でこんなに綺麗になってしまうんです。でも本当に注目すべきは圧倒的な潤い。なんと洗顔後5分経っても30分経ってもさらに1時間以上経っても潤いが持続。実はナノマトリックス構造のバームだから、この圧倒的な潤いを実現。私まだ2週間洗顔がこんなに大事だったんだなってのは、ちょっとびっくりしてます。自分で実感できるぐらい変わるソニックエンジンに出会ったことはなかったですね。だからがぜんやる気が出てきますね。もっちりしてますし、あの吸い付くようです。お肌に本当に自信が持てました。さあ、あなたも圧倒的な潤いでお肌をツルツルに。デュオザクレンジングバーム、今回は1000万個突破を記念してお試しサイズが特別価格 37% オフの500円でお届け。しかも送料は無料。お申し込みは0120-209086 デュオクレンジングバームまで。はい、続いては報道センターから最新のニュースです。中野さん。はい、お伝えします。今日午前、静岡市の東名高速道路で橋桁の補修作業中に火が出て1人が死亡、10人が搬送されました。今日午前11時過ぎ、静岡市駿河区の東名の工事現場から火が出ていると通報がありました。消防によりますと、男性1人が死亡し、10人が救急搬送され、うち2人は重傷です。当時、およそ30人の作業員が橋桁の補修作業を行っていて、作業用の足場から火が出たとみられるということです。この火事で、東名高速では周辺の区間が上下線ともに通行止めになっていて、復旧の目処は立っていません。東京駅を出発されました。両陛下は夕方伊勢市に入り、明日と明後日天皇家の祖先とされる天照大神が祀られる伊勢神宮を参拝し、即位の礼と。次です。 NHK から国民を守る党の丸山穂高衆議院。天皇陛下の即位に伴う行事で不適切な行動があった可能性。丸山議員は先月29日に皇居で行われた共演の儀に出席しました。今日の衆議院議員運営委員会の理事会で、丸山氏がだいぶお酒を飲んで周りの議員に制止される場面があったという指摘があり、国会として事実関係を調べることになりました。丸山氏は酒をたしなんだとはしたものの、泥酔を否定しています。何を持って泥酔したの？全くもって名誉の主張だと思います。
丸山氏は酒に酔った状態で北方領土を戦争で取り返す是非に言及し、6月に糾弾決議が可決されました。以上、報道センターからお伝えしました。原さん、やっぱりでもそれって丸山議員が酔っ払ってるってこと、目撃した人たちがいるっていうものと見られているんですが、はい、理事会で出席した人はその場面は見ていないようなんですね、うん、で
中は次第にこの雨雲が北上して、夜にかけては東日本中心に雨の範囲が広がります。これは夜6時の時点の様子なんですが、関東などしっかりと夜は雨が降るようなところもありそうなので、朝雨が降ってなくても傘があった方が安心です。しかもこの雨は冷たい雨となりそうです。明日の全国の天気の状況です。晴れる日本海側は今日も気温が上がって、札幌は今日より4度高い8度、福岡20度まで上がるんです。その一方でこの傘のマークについている太平洋側の気温に注目。東京や名古屋など最高気温12度、これが12月中旬まで。